じゃあ私もスタートしていきまーす。はい。はい、ね。お願いします。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。今日は12月29日ということで、年内最後の生放送となります。2023年も本当に皆様お聞きくださりありがとうございました。今日も FM ギノワンのラジオ、そして YouTube ライブ、ツイキャスライブ、Facebook ライブでお届けをしております。ツイキャスライブと、Facebook ライブではコメントを受け付けております。本日のゲスト、性教育のきっかけ作りましたりょうじさんへのコメントなどなど、なんか気になる肩書きだなという方もですね、ぜひぜひコメントお待ちしております。さあ、今日もですね、ツイキャスの方からコメントくださってます。名古屋のダンサーズさん、年の瀬の中お疲れ様ですということでありがとうございます。本当ダンサーズさんたちももう来年の収録もね、無事に終えられたということで、来年の一発目は収録放送といつものようになるということなんですけど、私のこのコンビニラジオは来週が1月5日になりますので、なんともう先に言っておきますが、スタジオから生放送でお届けする予定です。なので来週は沖縄におります。ぜひぜひお楽しみにしていてください。 Facebook ライブはできないかもしれないけど、ツイキャスライブではやっていきますので、ぜひコメントも受け付けてます。それから埼玉のゴーさん、やっさんこんばんはということでありがとうございます。ごさん久しぶりですかね、ありがとうございます。それからみそにこみすきーさん、こんばんは。今日強引に仕事納めですということでお疲れ様でございました。今日強引にっていうのは一体どういうことなんでしょうかね。もうすでに仕事納めになったよっていう方もいらっしゃれば、まだまだ仕事続行中ですよっていう方もいらっしゃると思いますので、まあ、ぜひぜひ皆さん、お体に気をつけて、仕事納め乗り切っていただきたいと思います。それから高保さんですね、こんばんは。今帰宅しましたということで、夜勤終了お疲れ様です。今帰宅しましたということでね、夜勤と私自分の中の夜勤のイメージでコンビニの24時間営業のあの夜勤のイメージがあるんですけど、今帰ってくるってことはどういう夜勤なんだろう。もうなんかまた今度教えてください。埼玉の子さんがお久しぶりです、今夜は家族で忘年会してますっていうことでね、いいですね、家族で忘年会ね、めちゃめちゃ楽しそう。名古屋のダンサーさん、1月2日のキーウ名古屋、そうですよね、2日ですもんね、は FM ギノワンツイキャスのアカウントを使って生配信。お、そうだったんですね。ぜひぜひ楽しみにしております。2日はね、皆さんお正月真っただ中だと思いますけども、ぜひぜひ皆さん、キーウ名古屋も10時から聞いてください。あと山中さん、税理士の山中さん、滑り税理士の山中さん、こんばんは。職場は仕事収まってますが、個人的に収まる気配がありません。笑っていいやつなのかなこれ。私も仕事収まってませんけれどもね、はい、ありがとうございます。ではですね、今日のゲストを早速ご紹介していきましょう。今日はですね、なんとご自身のお店からということで、お店を一人で切り盛りされているということなので、もしかすると時々ちょっとお客様の対応をしながらということで、その時は私がトークでつなげますので、もうぜひお客様のご対応していただけたらなと思います。本日のゲストは性教育のきっかけ作りましたりょうじさんです。りょうじさん、こんばんは。はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ご出演ありがとうございます。とんでもないです。ちょっと時々騒がしいかもしれないですけど、すみません。いえいえ、はい、お店が盛り上がってるのは素晴らしいことだなと思って。年末で、はい、
仕事が終わった後に皆さん、なんか楽しみに来てくださってるみたいで、ありがたいですね。そういう感じなんですね。はい、すごい。いいですね。なんか、ぜひ今日のこのお店のお話もね、たくさんお聞きしたいなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。では、ぜひ、りょうじさん、自己紹介からお願いできますでしょうか。はい。埼玉県朝霞市を中心にですけど、まあ、全国的にやるんですが、性教育のきっかけ作りマスターという肩書きで、へんてこな肩書きですけど、活躍を活動させていただいてます。で、まあ、性教育の活動をする中で、なんか困ったことになった人たちが居場所があるとないとで、その先がずっと変わってくるなっていうことで思うようになりまして、今地域の皆さんの居場所ということで、12月1日からコミュニティメシアとオープンしまして、はい、おめでとうございます。こちらのお店の中におります。はい、あ、すごい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は埼玉県朝霞市から入ってくださっているということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お店の名前がコミュニティメシアと。そうです。はい、全部ひらがななんですよね。コミュニティ、そうですね、全部ひらがなで、なんか可愛らしい、お子さんにも馴染みやすいような感じで、あ、全部ひらがなにしました。おお、すごい。なんか一回聞いたらもう覚えられそうだなと。あ、でもね、店の名前だと思ってくれないんですよ。あ、それジャンルでしょ、カテゴリーだよねみたいな感じで、名前は何なのみたいな言われるんで、はい、いや名前もコミュニティメシアなんですよって、説明することになります。はい、あ、なるほど。そうか、はい、カテゴライズ、カテゴリーの名前だと思われて、うん、はい、なんか私は今回実はりょうじさんとお会いするきっかけになったのが、はい、FM 宜野湾でも有名な小室ゆりさん、ゆりさん、はい、紹介ということで、はい、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。ゆりさんとは結構長いんですか、お付き合い。そんなに長いってわけで 3,4 年で、2年間一緒に YouTube 番組をやらせていただいたんですよ。あそこはやっぱりその性教育絡みというか。そうですね、はい、性犯罪とかセクハラ問題なんかに対してのコメントを2人でするっていうのをやらせていただいてたんですけど、なるほど。それも一旦ちょっと休止しまして、でお互いの活動をちょっとしっかりと、もうちょっと形にしようっていう話になって、今休止中な状態です。はい、そうなんですね。じゃあもうその同じ、まあ、なんというかこう性というものをお互いに、はい、まあ、扱うというか題材としてコミュニケーションを取っていかれるところで、まあ、意気投合して一緒に YouTube をやってらっしゃったけれども、はい、まあ、一回今はそれはちょっとお休みして、ね、はい、互いの活動をまたある程度、はい、確立させて、そうですね、もうちょっとしっかりと広げて大きくして、それからまたやりましょうっていう話でもしてます。はい、すごい。なんかやっぱりね、その性教育とか性というテーマって、ちょっとこう扱うのに緊張する、ナーバスになりやすい分野でもあるとは思うんですけど、はい、でもやっぱりその一方で本当にそこの部分で悩んでいらっしゃる方も多くいらっしゃるわけですよね。はい、もともと涼二さんはその領域でずっと活動か活躍されてたってことですか。ですね、もともとは自分個人事業主なんですけど、はい、その事業理念は子どもたちの笑顔が守れる社会づくりなんですよ。はい、でそのお子さんのことを考えていくと、どうもお子さんを笑顔にするためにはお母さんも笑顔じゃないとダメだよね、お母さん笑顔するためにはお母さんを過ごしている生活している周りの環境も変わっていかないといけないよねとか、いろいろ巡り巡って、最終的に日本で起こっている人間関係的な問題とかトラブルっていうのは、ちゃんと性教育を早いうちからやってないことに起因してるんじゃないかっていうふうに思ってというか、もう確信を持ちまして、それを先ほどちょっと喋るのに緊張してしまうとか後ろめたくなるみたいな発言されましたけども、それを普通に素敵なもの、
当たり前のものとして普通にコミュニケーションに乗せられた方が絶対いいと思うんですね。確かに。興味を持つのは当たり前のことですし健全なことなので、でプラス、まあ、よくお父さんとお母さんがセックスしたなんて言ったら変に思われるんじゃないかっていうふうな質問を受けるんですけど、変なことだと思ってるのはお父さんお母さんたちであって、子供はそんな風に思ってない。むしろその自分が生まれる元になった、命の誕生に元になるって素晴らしい話じゃないですか。そんな素晴らしいことの元になるものが後ろめたいっていう感覚で口から出しにくいっていう環境自体がおかしいと思うんですね。なるほど。そういうのを雰囲気を変えていく、明るく話せるようにするっていう性教育をやるチームの方にいます。はい、すごい。今の日本で性教育やってる人たちは怖がらせる性教育をする人たちなので、はい、人が多いんですね。はい、危ないよ、危険だよっていう。そうじゃなくて、これは普通だ、むしろ素晴らしいコミュニケーションだよ、素敵なことなんだよっていうアピールをしていきたいなというふうに思ってます。わあ、すごい、はい、素敵。ありがとうございます。すみません、魚が焼けたのですみません。はい、魚が焼けたということで、ようじさんが一度席を立たれましたけれども、あの追加その、ね、コメントから、高保さん、素晴らしい理念ですねっていうコメントを、ね、くださってますね。ありがとうございます。あと、あの高保さんに私が聞いた夜勤は、夕方に退社できるのが日勤、お昼前に出勤して今くらいに退社できるのが夜勤ですということで、いわゆる夜通しの深夜帯ということではないんだということが今分かりました。ありがとうございます。はい、魚焼けました。よかったです。今ちょうど涼次さんがそのコミュニティ飯屋から出てくださったんですけど、はい、最初にご話しした通り、お一人でやってらっしゃる。すいません。はいはい、全然大丈夫です。あのお魚焼けたとか、はい、ちょっとこう行ってきますっていう時は、はいはい、の私つなぎます。生放送なので申し訳ないです。そうそう。生っぽくて、まさに生っぽく臨場感ありますかね。はい、そうですよね。そう、本当、まあ、お一人で切り盛りされてすごいなって私思ってて、いや、あのお金がないから人雇えないんです。ああ、なるほど。最初はそう、それだけじゃないんですけどね。はい、うんうん、まあ、やっぱりこう理念というか、今のお話がまさに今回 の、 そのコミュニティメシアにつながっているのかなと思うんですけど、まあ、本当性というテーマは非常に私たちこう人間にとっては身近なものですからね。で、学校でなんかその体の作りとか性についてを授業で習うとかもありますけど、ああいうのってなんか、まあ、まあ構造を知るって大事だと思うんですけど、そういうことだけだとやっぱなんかそのテーマがちょっとなんというかこう現実離れしちゃうような触り方になるのかななんて思っていて、今涼次さんがお話ししてくださったように、もう本当にもう身近なもので、それが明るく本当にもう尊いものなんだと、うん、っていうなんかスタンスでも最初からみんなでコミュニケーションが取れれば、それに対する抵抗って本当になくなるでしょうね。うん、あのこれってあの日本のちょっと特殊な環境みたいなものがありまして、はい、あの世界中にあるアダルト動画とかポルノコンテンツってもう何千万何億ってありますけど、そのうちの実は6割は日本産なんですね。あ、日本で作られてるんです。半分以上なんですよね。へ、コンビニに行けば子どもの目の高さに女性の裸が載っている写真雑誌があって、でネットの普及率は 96% を超えている。小学校に入れば1人1台タブレットが貸与される。そんな環境で興味を持つのは普通のことですから、むしろ喜ばしいことなんですけど、子どもが興味を持って検索をしないわけがないですね。はい、なので小学校8歳とか9歳ぐらいまでの間にお子さんが性的なコンテンツに触れずに育つっていうのはもう日本では 100% 不可能だと思っていただいた方がいいと思うんですよ。あ、そうですね。はい、昔よりももうさらに身近になってますもんね、情報の取り方。はい、でそのような環境でありながら、そのアダルトビデオ、ポルノ動画というものが
どういうものなのかっていうのをちゃんと教えない唯一の国だと思うんですよ、日本は。確かに、うん、例えばヨーロッパであればもう3歳ぐらいから性教育をしていくのが普通 で、うん、でポルノ動画、アダルト動画というものがありますが、あれは男性が自分たちが興奮するために作り出した妄想の描写であって、あんなことは真実ではないし、あんなことをしても相手は喜ばないし自分も幸せになれないっていうことが小学校低学年の教科書に書いてあるんです。へえ、すごい。はい、でも日本でそんなことを教わってる人誰もいないですよね。ないですね。年齢制限もない動画サイトなんかも山ほどありますから、そういったものを見て、友達の話を聞いて、雑誌を見て、それが普通なんだと思って成長してしまうんですね。はい、でお母さんは実は嫌なんだけれども子供が欲しいからいやいや受け入れてるなんていう状態になって、例えば夫のエッチが嫌だったっていう、あの小室由里さんに教えていただいた本があるんですけど、それを読んだ女性の8割がその本の内容に共感する。だからセックスですが日本は夫婦の全夫婦の7割に上るとか、そういう環境になってしまうんですね。だからその性とセックスっていうものを教える運命っていうことよりももっと大事なものが性教育の中には根本にあるんですけれど、それまで全部追いやってしまっている、追いやるような風潮を、その性はちょっと口はぼったいものみたいな感覚が作ってしまっているので、それをまずは変えていきたいですね。せめて海外並みぐらいにはしていきたいなと思ってます。はい、確かに。なるほど、ありがとうございます。そのあたり結構ゆりさんもね、あのいろんな媒体、はい、ラジオとかも通して本当にあちこちで教育されてるじゃないですか。やっぱりなんでしょうね、その身近だからこそ正しい認識というか、はいはい、を早い段階からもうお子さんも含めて、まあ、ご家族とかでね、はい、実は一緒に学べると一番いいんじゃないかなと、うん、いや本当そうなんですよ。だから性教育というと何を教えていいのかわからない、どういうふうに伝えていいのかわからないって親御さん皆さん言われるんですけど、あの教育とは書きますけども字変えちゃってくださいって私言うんですね。教える育むじゃなくて共に育むで性教育にしましょうっていう話にして、ね、どのみち大人も教わってないのでわからないし、うん、でそもそも100人いれば100人感覚違うんですよ、うん、はい、だから触れたもの見たもの、聞いたものを共有してどう思ったっていうふうに一緒に考えていく、そういうコミュニケーションが取れるのが一番いい性教育なんじゃないかなと思いますね。本当そうですね、はい、ご家族で、例えばご家族とかその身近な大切な人と一緒に学んでいくことによって、はいはい、その感じ方を共有できるわけですからね。そうですね、はい、そうしていけば共通認識も生まれるし、はい、そこからなんかコミュニケーションのすれ違いとかも防げていくのかな、なんて、ね、そうですね、はい、でそのためにまず根本的に第一歩として必要なことは、まずは自分が大事だよね。で自分が大事だったら相手にも自分があるよね。で周りにもいっぱい人がいて、その人たちにもそれぞれにも自分があるよね、その全部の自分大事にしないといけないよねっていうのが性教育のスタートなので、何も恥ずかしいものでも変なものでもないというふうに思います。はい、うんうん、なんか私もすごくそれを今思いました。うんうん、なかなか、ね、いやこちらこそすごく大事なメッセージをなんかいただいたなと。あの高坊さんが、ツイキャスでコメントで性教育の今日はね、はあの共にっていう書いてくださってます、はい、もうその通りですね。なんでみんなで学んでいこうっていう、はい、それは本当に恥ずかしいものとかそういうことではない、はい、うん、いうところがね、本当に一人でも多くのご家族だったり、まあ、お子さん、はい、大人も伝わっていけばいいなと思うんですけど、なかなかねそれをこう知るきっかけというか、あの本当の意味での本当共に育む方のね性教育っていうのをやっていらっしゃる方って、うん、なかなかそこまで多くないのかなと。
いう実感があるんですけど、はい、これは領事さんもそういうふうに思われますか？まあ少ないですね。はい、ああ、やっぱり今性教育っていうのになると、当たり前に行われているのは、もう学校なんかでも少しずつ性教育を導入しようっていう動きは出てきてるんですけど、そこに入ってきているのはやっぱ怖がらせる、危ないよっていう警鐘を鳴らす系の性教育で、それだとやっぱりお父さんが変なものだ、お母さんが変なものだって思わなかったとしても、危ないもの、怖いもの、ちょっと危険なものから自分たちは生まれたになっちゃうんですよね。ああ、そっか。自己肯定感につながらないんですよ。本当だ。なんか生まれてきてよかったのかなってね、なんかそうなん最です。悪の場合、お子さんが思ってしまいかねないで。では性に関してはもう絶対にネガティブなベクトルで接してしまっては、特にお子さんの前でいけないと私は思ってますけどね。確かに。だってね、本当にそのお父さんとお母さんのおかげでお子さんは生まれてるわけですからね。まあ、当然私たちもそうですし、親から生まれてるそうね。です。はい。まあ、そのことに感謝できるようにしたいですよね、やっぱり。そうですね。産んでくれてありがとうとか、で、お父さんお母さんも生まれてきてくれてありがとう。お互いに感謝の気持ちが持ってるような、コミュニケーションにつながっていくのが、領事さんが目指されているところなのかなって思うと、本当に一人でも多くの方にその気持ちが届くといいなって思いますね。なるほ広ど。まるように頑張ります。はい。で、仲間もたくさんいますので。そうですね。お仲間さんと皆さんと一緒に。高坊さんから、そう、偏った間違った知識を持たないためにもって。で、FM 宜野湾でも毎週火曜日の午前10時から政治に関する番組がありますよって、2番組をということなので、結構やっぱりそういう情報発信を全国的に人も増えてきてやっぱいますね。そうですね。そろそろみんなそちら側に気づいてきてるっていうか、舵を切ってこられてる方はいらっしゃるんですけれども、いかんせん教育の現場にはなかなか入っていけないので、保守的な考え方が強いですから。本当に学校っていう場なんか特にすごくまだ保守的な、ちょっとそうなんていですね。うんですかね、1世代前、2世代前みたいな感じの。まあ、保守的プラス利権絡みというのがあるので、いわゆる大人の事情ってやつか 強いですからね。お魚が焼けたのかしら。入ってこられると困っちゃう。どうぞどうぞ。酒作りながらです、すみません。お酒作りがいいですね。そう、まさにそういった、教育の部分だったり、コミュニケーションが生まれる場を作りたいということで、お子さんでもフラッと立ち寄れる場所がコミュニティメシアっていう、まさに環境なのかなと思うんですけどもね。まあ、それを、12月の1日から、これか、フル、完全にオープンというよりは、プレオープンって書いてあったんですけど、まあ、営業形態は全く同じなんですけども、私が飲食店をやるのは初めてなんですよ。ああ、そうなんですね。だから、いろいろわからないところとか、悩むところ、決めあぐねるところっていうのがあるだろうなというのが実際ありまして、で、それをまあ調整する期間というか、整理する期間ということで、まあ、1日からプレオープンっていう形でやってます。じゃあ、ちょっと実験要素も、実験と検証を兼ねた期間で。実際、この20何日間の間にいろいろ変わりましたんで。ああ、そうなんですね。なんか始められて、ここ一番今変わってるかもって、なんか実感されてるところってどう一番変わっているかもというのは、番じゃなくて、なんか今パッと出てきたものでも。コンセプト自体はあんまほとんど変わってないので、
ただメニュー増やしましたね。お、すごい。はい、もともと、まあ、深夜食堂じゃないんですけど、ドラマの、基本メニューだけいくつか決めておいて、あとはその日ある食材で作れれば、まあ、こんなのもありますよっていうふうに会話をしてコミュニケーションを取ってやっていくようなスタイルを考えてたんですけど、はい、やっぱりお客さんがそれだとすごい戸惑うんですね。確かに。どうすればいいんですかみたいな感じで、まあ、戸惑わせちゃったらそれは申し訳ないなと思って、はい、一応基本のメニューは十何個か考えて、はい、作るようにはしました。すごい。結構、はい、後でね、お話ししていただこうと思ってるクラウドファンディング の、はいはいはい、のサイトの中にたくさん写真があって、はい、すごく美味しそうな写真がいっぱいあったんですけど。ありがとうございます。和食系が結構多い。そうですね。子ども食堂で、例えば、何かしら素敵なごちそうとかを食べてしまうと、家庭に帰れなくなると思う。家庭の味に戻れなくなるというのはどうしても問題として出てくるので、なるべく美味しいんだけど、家庭の味に近いのっていうのを心がけて、魚も干物だったりとか、お肉も豚肉の鉄板焼きだったりとか、まあ、生姜焼きみたいな感じですかね、そういうものだったり、あと、まあ、基本は、まあ、ラーメンとか、あとは、ご飯セットで、ご飯と豚汁とぬか漬けに、かつお節をその場で炊いたもの、削ったもの、はい、それが基本で、まあ、それぞれ500円なんですけど、それでやるっていう感じでやってますね。はい、すごい、はい、すごい気になる。なるほど。りょうじさん、もともとお料理は好きなんですか？料理は好きで、飲食店のアルバイトなんかもやったことはありますけど、自分で飲食店をやるのは初めてですね。すごい。自分の料理でお金をもらうのは初めてなんで、そこが一番の最初の悩みどころでした。確かに。どうすればいいかなと思って。そうですね。なんか自前で食べるために作るんだったら、まあ、自分の好きな味にして、はい、好きな食材で作ればいい、はいはい、そう。やっぱり人に提供するってなると、その例えば肉じゃがとかだったら一般的な肉じゃがのイメージがあるじゃん、はい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 、そことのやっぱこうバランスっていうのかな、なんていうんだろう、こうなんか合わせていくところ、はい、結構大変そうだなって印象が。特別なメニューは基本出さないっていうまずコンセプトがありますから、自分はそこは仕入れ先をこだわるっていうのに、はい、まあ、特化させていただいて、例えば干物であれば全部小田原の干物って有名なんですけど、関東の方だとその小田原から取り寄せてますし、明太子だと福岡からちょっと珍しい青唐辛子の明太子っていうのを取り寄せさせていただいてたり、あとラーメンも自然派のラーメンっていう銘打ち方をして、スープも麺も全部北海道から入れさせていただいてたり、あと野菜とベーコン炒めっていうのもうちのメニュー定番メニューの一つなんですけど、知り合いの有機野菜を栽培している人のところからその時に入る野菜を仕入れさせていただいて、基本それとベーコンと炒めてお出しする、その仕入れ先にこだわってますね。すごい。で、かつお節も鹿児島の山川っていうところから取り寄せさせていただいて、もう食べる直前に削る。ああ、それ一番美味しそう。それやってるんで、はい、味は割と食べていただいた方には評判いいです。見栄えはあんまり良くないかもしれないんですけど、はい、最終的には口に入ってね、美味しいと思われること一番幸せですからね。はい、すごい。仕入れ先ってすごい、本当に今おっしゃった通り、全国から。はい、各地から仕入れていらっしゃるってこと。そうですね、はい。これはどうやってその仕入れ先を見つけられたんだろう。そうですね。私、異業種交流会とかもいくつかやってまして、
で、そこの知り合い捨て、知り合い捨てで、つながっていってっていう感じですかね。はい、あ、すごい。じゃあ、本当にこう人脈の開拓とともに、仕入れ先を見つけていって、はい、で直接、当然、交渉とかしてそうですね。はい、ってことですよね。はい、すごい。やっぱし、なんていうか、こう食材、仕入れにこだわるって、最近、なんかいろんな私の知り合いの飲食店の方も、すごく大事にしているポイントだなと思うんです、うんうんうん、それは、なんでしょうね、こう、まあ、当然、味の美味しさだったりとか、はい、珍しさだったりとか、はい、それもまたなんか、皆さんでこう一つのものを作り上げていく感じがあって、うん、やなと思ったんですけど。そうですね、自分一人では何もできないので、やっぱりいろんな人に手伝ってもらって、助けを借りて、いいものを提供してもらって、でやっと店が成り立っているのかなっていうのは思いますね。本当にありがたいと思います。はい、すごい。それはやっぱり領事さん の、うん、お人柄というか、とか思いに共感という方が、はいたくさんいらっしゃるのかなって。ちょっとそうだといいんですけどね。ありがたいですけど、はい、あ、すごい。いや、私全然料理しない人なので、あ、まず料理そうなんです、するっていうこと自体がすごいなと思って。いや、でもこれ思って最近すごくよく思ってることなんですけど、12月1日から飲食店をやって、朝起きて、お米を研いで豚汁を作るんですね。毎朝お米研ぐときに、やっぱり食器洗いとか水仕事ずっとやってるんで、赤切れみたいなのができたりするじゃないですか、冬は。で、お米研いでると水が染みるんですよ。で、これを毎朝やるんだよなって自分が思うのと同時に、いや、でも世のお母さんたちはこれを休めなくて、それを何十年も毎日やるんだってっていうふうに思ったら、それって本当すごいことだなとか、いや本当に尊いことだなっていうのを今本当に毎日身に染みて感じてまして、はい、で今ね、お昼仕事に出られてるお母さんたちも多いですから、仕事で疲れて今日はご飯作りたくないなっていう時もいっぱいあると思うんですよ。でそういう時に、じゃあコンビニ弁当を買っていくのか、インスタントラーメンを食べさせるのかっていう話で、まあいいとは思うんですけど、ただどんな添加物が入ってるかもわからない。で、コンビニの野菜なんかはもうジャブ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 消毒されちゃっていて、ミネラルがほとんど残ってない。で、今、発達障害グレーゾーンって言われる子どもたちがものすごい増えてるんですけど、はい。実に日本人の20人に1人が精神科とか心療内科に通っているっていうような状態なんですよ、今。そんなに増えてるんですね、もっと、若い世代は。で、はい、そういう子たちの、その発達障害と乱れてしまう原因が、食べ物のミネラル不足だって言われているデータもあるんですね。はい、で、それが食事ですぐに治ったりとかもあるんで、であれば、まあ、コンビニ弁当、インスタントラーメンじゃなくて、うちに来てもらえれば、まあ、笑顔をちかっと使って、そんな特別なものではないけれども、ちゃんと栄養の整ったミネラルの豊富な美味しいものが食べられますから、うちに来ませんかっていうような気持ちは今すごくあります。わあ、素敵だな。本当に食って、やっぱりこう欧米化していって、日本人がもともと口にしていたものではないものが今たくさん出回ってはいるね。で、同じようにお米だったりとか、まあ、野菜だったりとか、その昔からあるものもあるけれども、その調理方法が変わってしまっていたりとか、調味料もこう幅広くなったけれども、同時にちょっとなんか体に悪いものが使われてるね。なんか結構日本ってそういう食品の添加物の、なんか、なんていうの、制限が緩いってよく言われるじゃないですか。だからそれこそやっぱり、まあ、さっきの性教育の、ね、こう同じレベルじゃないですけども、いろんな方がやっぱ日本の制限ももうちょっとこう
強くできないのかみたいな、はい、おっしゃってる方多い印象があるんですけど、うん、それをまさに良治さんはご自身でも体感しながら、うん、お客様や地域の方々と一緒に共有されてるってこと、はい、もうあの日々ね生きてきたその生きてきたことを振り返ればもう恥ずかしいことばっかりですから、それをこう反省をなんとか還元できるようにできたらいいなと思って、はい、すごい活動してますけどね、はい、いやなんかあの元々のそのきっかけが性教育のきっかけ作りマスターですから、はい、なんか。コミュニティというかそのコミュニケーションを取れる場を作るっていうのは確かにイメージはすごくしやすかったんですけど、はい、そこにご飯なんだみたいなそうです、ね、私結構そこで意外だったんで、うんうんうん、でもなんか今のお話を聞いていると、はい、そういう食生活も、まあ、性教育も本当に身近なもので、はい、どちらも欠かせないものだし、はい、やっぱりご家族でご飯を食べるにしてもご家族で一緒にの方がいいなっていう意味ではものすごい共通点があるなって気づき、はい、ありがとうございます。嬉しいです。あのよくいろんなことやってるけど結局あなたは何をしてる人なんですかってよく言われるんですけど全部根っこが一つなんですけどね、はい、目指してるものは一つなんですけど、あれもやらないとこれもやらないとって出てきちゃって、はい、アイディアがいっぱい出てきちゃう、ね、アイディアっていうかあの辿っていくともうこれをやるためにはここがないとダメ、これをやるためにはここがないとダメってどうしても派生してっちゃうんですよね。なるほど、すごい展開がすごい、はい、へえすごいな。でもまさにそのあ生活と食の、はい、まあ、ものすごく結びつきがありそうかなっていうことが良治さんの話を通じて見えてきました。そう言っていただけると嬉しいです、はい、でこのメシアコミュニティメシアは今朝霞埼玉の朝霞にあるということなんですけど、はいはい、今後もお店ってこう増やしていく中、いやいやさっき個人でやってますっていう話してあのお金雇うお金がないんでって冗談言いましたけど、はい、別にあのそれだけじゃなくてあのまあ、個人でやってるのは人に雇われるのも人を雇うのも嫌だっていう感覚があるんですね。あるんですか。はい、あの人の人生、人の家庭のお子さんの生活まで私は責任持てませんっていうところもあって、はい、ただまあ、うん、一緒に楽しくご飯食べたり遊んだりするのは、遊んだりっておかしいですね、遊んでいただいたりするのは全然いいんですけど責任までは持てないっていうところもあるんで、まあ一人でやっていくだろう。でただできるよこうやればっていうのはもし伝えられるんであれば、子ども食堂実はやりたいんですって言ってる人たちがいっぱいいるので、確かに伝えていて、あの同じような感覚で、まあ似たようなメニューじゃなくても全然いいんですけど、その人の感覚でいいと思うやり方でやってもらうお店が増えるといいなとは思ってます、はい、あ確かにいいですね。なんかその志をこう一緒に引き継いでやっていくっていう、あどうぞできてくれ、はい、はい、あの私喋ってますので、そうなんか今の良治さんの志をいろんな方が各地で継いでいってくれたら、本当にあの同じような違う人が運営するけれども同じようなコンセプトでお店が広、そういう場が広がっていくのかななんて思いましたけどもね。ちょっと Facebook ライブの方からコメントを読みます。六角明夫さんこんばんはということで、いつもありがとうございます。中小企業診断士六角明夫さんいつもありがとうございます。それから田中一郎さん元コンビニオーナーこんばんはということで、岡本さんお久しぶりですと、多分覚えておられないと思いますが昨年ズームさせていただきましたということでね、後ほど岡本さんに聞いてみたいと思います。あ、良治さんですね。それから日本人はもう30年以上ミネラル不足だと、コンビニの食品添加物の問題は何とかしないとですねっていうコメントをいただいております。確かにね、コンビニの食品添加物ないものも結構増えてきてるんですけど、そうは言ってもね、なかなか食品添加物はまだまだ多いのかなという
まあ、私もコンビニから日本を元気にするっていうコンセプトでやってますけど、やっぱその一方で今の涼次さんのお話を聞くと、やっぱその手作りのご飯のありがたみっていうことをすごくなんか実感できる場所がまさにコミュニティメシアなのかなって思いました。ありがとうございます。はい、それからですね、小室由里さんがツイキャスでコメントをシュタッて、はい、シュタッてきました。あの人の第一声はいつも何で返していいかよく分からなくなるんですよね。シュタシュタなの。聞いてくださってるのは嬉しいですね。はい、そうですね、ありがとうございます。なんか嬉しい。本当、今回、ゆりさんのおかげで、こうやって大切なお話を涼次さんから伺うきっかけをいただいたので、非常に私としても嬉しく思います。ありがとうございます。いろんな認識が新しいものも含めていろんな認識を今いただいたなと思って、でそんな涼次さんなんですけど、今クラウドファンディングをやってる、クラウドファンディング、はい、はい、いうことなんですけど、これぜひよろしければお話お聞きしたいですね。はい、実はですね、12月1日に店をオープンしたんですけど、はい、その物件が来たのが突然だったんですよ。おお、そうなんですね。はい、はい、私が物件を見つけたというよりも物件の方からこっちに来てくれたみたいな感じで、ね、あ、これはもうやれって言われてるんだなと思って始めたんですけど、はい、なので全然準備も全くできてなくて、物件を契約してからオープンまで1ヶ月なかったじゃあ11月入ってから急にはいはいはい、でもう全部持ち出し持ち出しでいろいろ揃えてやっていったら、予算がだんだん底をついてきましてですね、で、はい、で、クラウドファンディングのプロデュースとかをしてる友人がいたもんですから、その人になんかアドバイスをされまして、はい、やった方がいいよって言われて、じゃあやりましょう言って、はい、なんと12月31日まであと2日でございます。今日が29なので、そうですね、あと2日限度で、はい、キャンプファイヤーの方でクラウドファンディングをさせていただいてます。はい、ありがとうございます。まさに今この40分ぐらいまでの間に涼次さんがお話をされたことが、言葉としてキャンプファイヤーのクラウドファンディングのページにもしっかりと掲載されてまして、ありがとうございます。はい、まさかそんな急ピッチでこの話が進んでいたとは知らなかった。いや、私もびっくりしたそうですよね、ご本人が一番びっくりされる展開じゃないか、はい、思うんですけど、うん、すごいですね。でもそれでもちゃんと12月からプレイオープンをされてるってことがすごいなと思って。だからこういろいろこう変わっていくんですね。うん、まさに作りながら整えていくんですね。すごい。でももうなんか今日すごくお姿はね見えないんですけど、盛り上がってますよね。ああ、はい。今お三方お客様が。お、皆さんご近所の方ですか？そうですね、はい、ご近所の常連さんです。あ、もう常連さんがいらっしゃるんですね。いらっしゃいます、はい、すごいファンだファン飲食店少ないんですよこの辺り。あ、はい、じゃあもうやっぱり、しかも11時までやってらっしゃるって。そうですね、はい、ね、お話だったんで、まさに今営業時間中に出てくださってるわけです、はい、11時までやるってなったら大人の方なんかはやっぱり夜遅くまでやってくれるからありがたいでしょうね、うん、で飲み屋さんは近くにあるんですけどラーメン屋がないんですね。ラーメン屋ない。ここで飲んでラーメンだけうちに食べに来るとかいうお客さんは割と多いですね。じゃあラーメンのメニューもあるんですね。いや、ラーメンは一つだけです。あ、そっか、そっか、はい、自然ラーメン一つ。そうそうだ。あ、それはでも、めちゃめちゃいいな。なんか、飲んだ後に、その自然派の健康的なラーメン食べて。はい、まあ、言われれば、特製チャーシューとかいうメニューもあるんで、そのチャーシューを特製の方にして乗っけたりとか、あと、まあ、有機野菜とベーコンの炒め物上乗っけましょうかとか、そんなのは
言われてもらえればできますけど、はい、あ、じゃあ多少のリクエストは結構そうですね、はい、通るかもしれない、はい、素敵な場所なんでしょ、ラーメンの上に乗っける具もだいぶ、3点4点してますねそれはやっぱりお客様からの声をいただきながら、そうですね、プラス、自分で調達できるもので、お客さんに出すものとして納得して出せるものっていう、いいな、今から朝霞に行きたくなりましたね。ぜひぜひいらしてください。飛行機で3時間。まあ私はね、東京にいるので、あ、そうなんですか。はい、電車でピュッと行けますから。あ、じゃあもうすぐじゃないですか。そうですね。はい、池袋方面からね、あ、はいはいはい、行ければ割とすぐに。何回かやっぱ朝霞も行く機会があるので。あ、ぜひぜひ。はい、お店にお邪魔したいなと、まあ。私が番組をやっている FM スタジオもありますので。で、そう、ラジオもやってらっしゃるんですもんね。そうですね。はい。そう、それもね、ぜひ、最後にちょっと番宣していただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、そんな、りょうじさん、12月から1ヶ月間ですかね、クラウドファンディング始められて、はい、残り2日ということなので、はい、ぜひ、先ほど、ツイキャスの方でもリンクを貼っていますので、よかったら、ありがとうございます。はい、ぜひ、皆さんご覧いただいて、はい、まずお気に入り登録をね、残り2日なんですけど、ぜひお気に入り登録していただければなと思います。ハートの部分を押していただければ、はい、結構検索とかに引っかかりやすくなったりとか、はい、表示がね、上の方に行ったりする点がありますね、うん、はい、でぜひ文章を読んでいただいて、あ、ゆりさん支援完了ですね、ありがとうございます、ありがとうございます、変化のゆりさんが私も実はちょっとささやかながらご視聴ありがとうございます。でもなんかぜひともお店行きたいなと思ったので、はい、ぜひいらしてください、はい、はい、でそのね、お店のチケットとかもリターンの中にドリンクチケットとか、はいはい、笑顔チケット、ね、笑顔チケット、はい、これ笑顔チケットは、会社名が入るものもあるんですね。はい、会社名。あ、そうですね。法人名を入れさせていただいて、法人スポンサーとして、特別に貼り出させていただいていることもできますし、まあ、個人の方でも名前入りで入れさせていただくこともできます。はい。個人スポンサーと法人スポンサーのリターンが両方あって、で、これは、お名前が入っていると。でしかも、これはお子さんが基本メニューを召し上がれる、はいはい。そういう特典、ね、500円の、500円の、まあ、うちのメニュー大体ほとんど500円が基本なので、うん、まあ、そのチケットを1枚使えばお子さんはタダで基本メニューが食べられるという。あ、すごい。だからぜひお子さん連れてこうご家族でどうぞっていう、そういうリターンがあるということですね。はい、はい、すごいですね。沖縄の宜野湾の方でも、うん、このコミュニティ飯屋の輪の中に入っていただくことが可能です。あ、確かに、なかなかね、お店に行ける距離じゃないよっていう方も、例えばホームページ、そのコミュニティ飯屋のホームページにお名前を掲載しますよっていう、スポンサー、個人スポンサーさんのリターンもあったりするので、ぜひね、皆さん見ていただきたいなと。あと中には、セミナー開催券とか、はい、食事会開催券、はいはい、いろんなものがありますね。すごい面白い。あ、本当に幅広く、とりあえずこうリターンというか、なんか特別なものじゃないけど支援したいよっていう方のための、リターンもあるんですよね、これね。はい、はい、それなんか、それは作った方がいいって言われて、うん、入って分かりましたっていう、はい、そうそう、なんかただただ応援したいんですみたいな、はいはい、クラウドファンディングっていらっしゃいますからね。ですね、はい、そういうふうにね、こうなんかライトにみんなで応援し合えると、
最初にお話しされてた、その性教育、本当の性教育を共に育む方ですね。広げるきっかけにもなるでしょうし、あとはやっぱり領事さんの考え方とか、大切にされてることに共感する方もどんどん増えていくのかなと。嬉しいです。ぜひ残り2日なんですけれども、皆さん一度まずページを開けていただいて、まずはお気に入り登録から よろしくお願いします。で、共感していただいた方は、ぜひご自身に合ったリターンを選択していただいて、そして近くリターンだけじゃなくて、お友達とかお仲間の方にこういうのあるよって、もし、なんですかね、シェアしていただくっていうんですか、拡散していただくだけでも本当に力になりますので、ぜひよろしくお願いします。確かに、ツイート、まあ、今 X ですけどね、X で、ポストしてくださったりとか、Facebook で URL をこうちょっとシェアしていただいたりとか、LINE で、大切な方に送っていただいたりとか、皆さんのホームページや何かしらの SNS で、ぜひとも広めていただければと思います。とてもありがたいです。まあ、本当にあと2日なので、本当ラストスパートってところでそうすですよ。ね。ラストスパートの最後の何本ぐらいの感じですね、今。本当、結構でもクラウドファンディングって私も経験あるんですけど、残り本当1日とかって結構もう一押しするとめっちゃ増えるんですよね。40%ぐらい、40%弱ぐらいしか行ってないで、もうダメなのかなとか思ってたら、何て言ってるんですか、最後3日ですよとか いや、言われ本当まそうしたそう。ね。はい。まさにまさに。なんか最初ね、ガーンって伸びて、で、ちょっと途中落ち着いて、あと最後にグワッと上がって終わるのが、結構クラウドファンディングではよくある流れのようそうなんですね。ですね。やっぱ本当いろんな方に知っていただくっていうことが大事だと思うので、まあ、今日本当にラストスパートのタイミングでなんか出ていただけて、私も何かプラスになればなと思っいてやー、もう、こんな絶妙なタイミングで声かけていただいて、本当にありがとうございます。ます。いえいえ、こちらこそです。たまたまね、ちょっとこの年末がちょうどなんか都合がつけられたっていう。そうなんですか。ね、よかったなと思っております。今の Facebook ライブの方にもコメントでキャンプファイヤーの、ね、サイト、クラウドファンディングのページをリンクでお送りしたので、ぜひ Facebook ライブご覧の方はぜひともそちらからアクセスしていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、残り5分ほどでもう番組終了になるんですけども、なんか領事さんの方でこれは、もうちょっと言っときたいなとか、なんか最後の一押し的なことがありますか？これはもうちょっと言っておきたい。じゃあ、普段思ってることなんですけれども、何でしょう。お子さんたちが、これ聞いてるかどうかわからないんですけど、あんまりいい子になりすぎないようにと。で、お父さん、お母さんたちにも、あんまりいい子を求めすぎないようにという思い、てます。性もそうですけど、性格も100人いれば100人違いますし、さっきね、発達障害の話で、なんでこの子はこうならないんだろうとか、こうしてくれないんだろうって思うかもしれないんですけど、その原因って単に食事の問題だったりとか、そういう、なんかいつかパタッと変わるものだったりするんですよね。で、親が、私いろんなご家族見てきた中で、親御さんがこう、変に壊さなければ、普通に子供って伸び伸び元気に育っていくのかなって思ってたりして、当然体の障害とかがあったりすれば、それからところから外れていったりするケースもあって、それはそれで大変で、ちゃんとしていかないといけないと思いますけれども、笑顔でやりたいことをやって、伸び伸びと子供たちには育ってもらいたいなっていうふうに思ってます。っていう感じですかね。すごい素敵なメッセージありがとうございます。やっぱりね、ダンサーズさん、支援
了って。ゆりさんの真似みたいに、なんか支援完了ってコメントくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。名古屋のダンサーさんね、ありがとうございます。本当にそうですよね。なんかいい子ちゃんだとやっぱなんか何がたなんかいい何がダメとかっていう考えになりがちですけど、はいはい、この一つ一つの行動自体が尊いのであって、うん、失敗をどんどんすればいい、うん、はい、ちょっとこう転んで怪我しちゃったっていうのも、そこからまた学びを得たりするわけです。どんどん行動していくといいと思いますね。人間失敗しないと成長しないんですからね。確かに。そう。やっぱなんかそういうのを避けてきた人って何人かいるんですけど、やっぱりなかなかその急に挫折のようなね経験をした時に立ち直れなくなっちゃうっていうのがあって、やっぱいろんな経験をするからこそ強くなっていけるというか、うん、チャレンジしようっていう気持ちがもっと芽生えてくる、はい、そう思います ね、 ね、パワーが生まれるのかななんて思いました、うん、なのでぜひりょうじさんの話、今日すごく私勉強になることたくさんあったので、ぜひ今度は朝霞にお邪魔してぜひぜひ直接伺いたいなと思います。はい、はい、本当に今回の、ね、ご縁をいただいた小室由里さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、沖縄大好きさんもね、失敗は成功のもとですねとか、いい子になりすぎないっていうコメントをくださっています。いつもありがとうございます。ぜひ皆さん機会があったら朝霞のコミュニティメシアに足を運んでみてください。お待ちしております。はい、うん、お待ちしてくださってるそうです。あと残り2日のクラウドファンディング、ぜひぜひ皆さん応援してください。よろしくお願いします。今日のゲストは性教育のきっかけ作りマスターりょうじさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして私コンビニ社労士安さやかがパーソナリティとしてお届けしました。また来週ですね、スタジオ沖縄のスタジオからお送りしたいと思います。皆さん良いお年をお迎えください。ありがとうございました。ありがとうございます。